はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 ASMR 実況チャンネルへようこそ。本日なんですが、バレモニカ、ご紹介していこうかなというふうに思っております。診断で、実装されました新しいペンデュラムテーマですね。ペンデュラムテーマと言いながらも、あんまりそのペンデュラム召喚をバンバン駆使して展開していくっていうデッキじゃなくて、あのスケールがですね、これあの3と5でレベル4もモンスターを特殊召喚していくっていうテーマになってるんですけども、基本的にはそんなにその展開ルートが難しくないので、まあしかもなんか女の子可愛いので、ペンデュラムテーマをちょっと触ってみたいんだけど、まあガチガチのペンデュラムテーマは嫌だという方は、あのぜひちょっとバルモニカをお勧めしたいなというふうに思ってまして、あとこいつ召喚ムービーやってめっちゃエロいです。で、バルモニカはどういうテーマかっていうと、ペンデュラムスケールにですね、このね、アンジェロというモンスターと、それからこの、デモーネというモンスター、これをね、あのセッティングしまして、ASMR をすると。こっちが、なんかそのなんか、ダメージを受けると、ダメージに反応して共鳴カウンターっていう、カウンターを、置いて、で、こっちは、回復、ライフを回復すると、共鳴カウンターを置くっていう効果になっていて、回復の、共鳴カウンターと、あとそれからダメージの共鳴カウンター、これを、使って相手の打点を下げていく。そして、エースモンスターはこのカウンターが3個乗ってる状態にしか出せない、リンクモンスターがいて、リンク1なんですけど、バルモニカの神位ゼブフェーラっていうモンスターとか、この、ジュラルメっていうモンスターとかね、この辺のモンスターを、まあ、カウンターが3つ以上ないとリンク召喚できないんだけど、3つ以上あればリンク召喚できるんで、まあ、これを使って戦っていくっていう。で、妨害としてはこのバルモニカの神位ゼブフェーラっていうモンスターが、一応その相手のターンに、自分の墓地除外状態のバルモニカ、のカードをコピーするっていう効果ありまして、この、コピーするカードが妨害になっていまして、まあ、今回ちょっとこれしか採用しないんですけど、立像のバルモニカ、他にもですね、バルモニカはあのいくつか、妨害になる、まあ、トラップカードとかもあるんで、まあ、こっちも採用してもいいと思います。ちょっと今回枠がね、なくてなかなか採用しづらかったんですけども、今回はこの立像のバルモニカだけなんですけども、まあ、この辺のカードをコピーして妨害していく。で、キル取るときは、このジュラルメっていう、このモンスターが、1番目、共鳴カウンターの数だまで相手のモンスターぶっ破する。2番目、共鳴カウンター3つも除いて、3回攻撃っていう効果あるんで、まあ、1番お前を殺す、2番お前を殺すって書いてあるんですよね。だから、まあ、超わかりやすくて、先行は、このバルモニカの親友ゼブフェアで妨害をして、まあ、3ターン目とか後攻ではこっち出して、まあ、キル取ろうねっていう、そういうデザインになってます。で、レベル4を、結構3体くらい並べやすいテーマになってるんですね、バルモニカって。なので、まあ、レベル4、3体並んで、なんかランク4できるなと。で、ランク4して強いテーマ、なんか何かなっていろいろ考えたんですけど、なんかね、残機だなと思ったんですよね。結局、なんかレベル4、2体並んだらダランベルシアンで、まあ、もちろんバグースカとかも強いんですけど、ゼブフェーラーバグースカみたいな盤面もできるんですけど、まあ、レベル4、2体並ぶんだったら、やっぱバグースカ刺さない、まあ、デッキもあるからね。世の中には。なので、まあ、ダランベルシアンからの、懲戒状ムーブができるように今回は、ダラン採用してるのと、あと、懲戒状を、持ってきながら一応ね、ガガガガマジシャンとかを使うと未来竜王も出ますんで、未来竜王も入ってるのと、あと、まあ、懲戒状の、まあ、弱点であるハカラとか、まあ、DT クローとか、まあ、そういう系の、まあ、カードを無効にできるように、まあ、DT クローだったら別に未来竜王でも無効できるけど、マホトラップカードを無効にできるように今回は、バレルロードサベージャーのこれ入れて、バレルロードサベージドラゴンでこのアルテミスとかを装備して、一応その相手のターンの墓穴とか、こういうのをケアしていこうという感じで構築を、しております。まあ、動き方はね、ちょっと見ていただければなと思いますんで、早速 ASMR やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、キュラーちゃん来てんのは熱いが、ちょっと一回通してほしい、これ。まあ、バルモニカってどこまで行ってもさ、結局1枚初動は基本的にはないんだよね。だからまあ2枚初動、あ、なんかあんな。2枚初動なんですよ、基本的には。はい。なので、まあ、そんなになんかそのバカほど強いデッキでは多分ないんですよ。まあ、一応セレトリーチェ来てくれたから、まあ、ギリ耐えてんだけど、これなかった時マジね、バルモニカ使いに聞いたら、これなかった時はマジデッキじゃなかったって言ってましたね。はい。もうセレトリーチェ来たからマジ耐えて、お、召喚ムーブ来た、かわいい、おい、あんまさ、このさ、通常召喚してなんかある。やめて。あー、ビクトベイラーか。まあまあまあいいわ。それは、シェルター持ってるからいいや。あんま通常召喚して、召喚ムービーあるモンスターって、そんなにその、通常召喚っていうか、まあ、レベル4以下でね、なんかポンって出して、召喚ムービーあるやつってあんまりないんですよ。なんか、イブリースとか、このセレトリーチェとかくらいなんじゃねえか。なんか、やっぱ基本的にはエースモンスターにね、召喚ムービーが、あることが多いので、このなんか、普通に出して召喚ムービーあるのなかなか熱いですけどね。
まあ、ただセレトリージェなのかなっていう召喚ムービーがそこなんだと思ったけど、まあいいや。まあでもリンクモンスターであんま出ないからっていうこともあんのかな、ちょっとわかんないですね。これ公式が認めてんじゃないですか、これあんまりリンクモンスター出ないよねっていうこと。あのカウンターたまりづらいのよマジで。ちょっと一発ペンデラム召喚するわ。ペンデラム召喚してサーキラー、サーキラーはちょっと後で、あの貫通打として使うから、これ一回サーキラー以外のとこ出すか。揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ光のワーク、ペンデラム召喚で、デモーレの効果、シェルターの効果をコピーしながら、デッキから特定のカードを手札に加えていく。これで、ちょイラストにって分かんないね、これが、墓地を送るやつ持ってきて、そしてカウンターが乗る。さらにバルモニカ・ベルサーレを発動、バルモニカ・ベルサーレの効果によってダメージを受けながら、皆さんこれダメージ受けるのなんかさ、カウンター3個ならちょっと私2個くらいにしてくんない？なんか3個カウンター乗せるのまあまあ大変なんだよね、めちゃくちゃ大変でさ、2個でカウンターあのリンクモンスター出るようにしてほしいんだけど。はいはい、やべえ、ちょっと残機めっちゃ入ってバレた。あー、いらねえな聖戦機、マジいらねえな。で、一旦バランベルシアン出していく、ダラニングベルシアン出して、うい、ダランベルシアン君の効果を起動してサーキュラーを手札に加えたいんですけど、なんかありますかって話。なんだろう、なんかチェーンしてる気がするんだけどな。なんかキリンとかはね、ちなみにチェーンするんですよね。キリン君割とチェーンしがちっていう、やっぱ優先権渡ってるから何かあるけど、多分なんか使っては来ないからか。まあ一番やばいのはニビルなんだけどまあニビル打たれてもちなみにリンクスパイダー入ってるんで、リンクスパイダーをゼブフェイラーに変えるっていう動きは一応できるんですけど、そうすると妨害数が、おっそこで G すごいタイミングで G 飛んできた、そこで G なんだ、へえ。なんかバグースカケアとかですかね、ちょっとなんか相手バルモニカ知ってる感じなのかな。まあでもバグースカ確かにうざいですからね。ダランベルシアン出てきたから、まあ別にもういいかみたいな話なのかな。だとしてもまあそのなんかもうちょい早めに投げた方がいいんじゃないかと思うけどね。ガンマケアではないもんだこれ。で、残機サーキュラーちゃんの効果発動しまして、まあ超解除持ってきまして、もうこれ効かんないから相手なんもないな。で、ナーブラの効果起動してダランベルシアンをリリースしてデッキからダイヤ出していく。なんかレベル4、2体並んでさ、なんか宇宙が巻き起こせるテーマ他になんかあったら教えてほしいんだけどさ。これちなみにこっからね、未来竜王もいけるんですけど、あのガガガガマジシャンでダラン蘇生して未来竜王みたいな動きも一応入れてるんですけど、まあ、サベージで効果無効にした方が破壊とかケアできて強いなっていう話がありまして、まあ、一応サベージとりあえず出してます。出せるときは、本当はあのカウンターが全く乗んないみたいなときは未来竜王出しに行ったりもするんだけど、で残機召喚獣をセットして、まあ、これで、超解除への墓穴、まあ、これもケアできますよみたいな、はい、あの拮抗勝負とかもケアできますね。まあ、未来竜王君は魔法トラップには無力だから、まあ、心がけてくされたら終わるしまあ入ってる人いないけど、あんまりベルモニカロードサベージドラゴンがあの一応入れますので、まあ、なんか効果をね無効にすることができますっていう話があって、これがやっぱりね強力ですよね。もちろんツイッターであのバルモニカ残機のレシピあげたら、あのバレロードサベージドラゴン結構強いですっていう話、ちょっとあのツイッターのリプライでいただきました。ツイッターじゃない X か、もうなんか名前ツイッターに戻してほしいなX ってなんやねん。これは一旦これセットした後に超会場をぶち込むことによってガチで世界を終わらせるっていうムーブを今から分からせたいと思います。残機召喚場を発動、残機召喚場の効果により自分の墓地の残機モンスターを3体選択し、そのモンスターを特殊召喚しながらそのモンスターのエクシーズ召喚を行うことができる。ふん現れろ。これちなみに診断無理したらなんか謎に、ロイヤル出ました。改ざん機ラプラシアンエクシーズ召喚まあまあの煽り性能高いでしょ俺こいつのロイヤルまあまあうざいよな。で相手の手札とポニクスいったー、ポニポニーポニクスいったー。で相手の、手札から発動するカードを、バレルロードサベージで止めれば、お相手し、アバー吹いて倒れるという話。あでも一応そうか、現在をスネークアイあんのか、現在法スネークアイある。まあ、ラプラシアンで無効にする、サーチさせない一切、
手札1枚ゲーム終了のお知らせ、ゲーム遊戯王終了のお知らせ、遊戯王終わった、財宝狩り、なに、やばい、ちょっと待って、ワンチャン作ってくるやん、相手めちゃめちゃワンチャン作ってくるやん、くっそ、財宝狩り、てめえ、なかなか制限カード引くとは引きが強え男だな。ちなみにもう制限カードになりました、エクステルと財宝狩りは、なんと、あの1枚しか、はい、神ゲー、残念でしたね、悔しいでしょうね。キャラクター違かったけど。天魔の聖戦記で ASMR をかましていきますよ。ASMR をかましていきますよ。セレトリーチェ・バルモニカを通常召喚させてもろって。なんか、まだ光ってんだ。何引いた？誘発か？さあ、召喚ムービーを見せつけていく。セレトリーチェ・バルモニカの効果を発動。ああ、ベーラか。了解。いいよ、いいですよ、全然構いませんよ、まあいいでしょう。打点足りてて草、普通にバトルフェーズかましてもなんかあんまりなんかペンデラムとかする必要ないので殴りますか、バトルフェーズ、はい、なんかASMR とか言ってる割にはさ、盤面これうるさすぎん、これ誰もリラックスできないし、これ誰も寝れないでしょこれ。まあ G トルカゲーミングですね、これは完全に、はい、増殖する G がトルカゲーミング以外何もでもないわ。やっぱちょっと後手きついっすね、やっぱ現代遊戯王、これ何よ、これ魔導書バトル、バトルマジどういうこと、グリモの魔導書ちょかんねえ、G 打つなんかわかんないよ、何これ、何でっけこれ、通ります、通ってる、これ通ってるのか、通ってるっぽいな、これ何デッキ、グリモの魔導書さあ何マテルでグリモの魔導書サーチするデッキって、これ何デッキこれわかんな、ルドラの魔導書、はい、ルドラの魔導書きた、ルドラからの、いやでもこれ2枚ドロー強いな、2枚ドローは強い、あーそういうことか、魔導書戦闘機だ、なるほど、キアノスね、未来の柱ね、未来の柱結構強いんだよなこれ。でこれ機械族縛り入る代わりに草木からね、一応ロテ出てくるっていう結構強い効果、まあドローさせてくれるならまあでかいわ、さすがにドローさせてくれたらまあいけるかなっていう説はある。で2体でまあ多分これカミリアってことだね、あーオッケーオッケー、これ新規モンスターね、まあ、ちょ戦闘技もそのうち動画してるか待ってて、でカミリアちゃんの効果起動して、これ効果モンスター2体で作るのマジ熱いよな。でカメリア効果でレイ送って、でカメリアを1体カカリに変えてみたいな、そうだよね、はい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 、なんかまあでもだいぶドローさせてくれてありがたいです、ドロールいらない、今違う、今 G 通ってるから、まあ、G とドロールの相性はあまりにも悪いからね、はい、あウィドウか強いな、なるほどね、 OK でセット、ウィドウは1枚絶対ある、あーなるほど、またあと手がかりがつかな多分、まあ、戦闘機は敵対発結構多めに採用されてるデッキなんでね、基本的には、まあ、これは一旦ですね、天魔の聖戦記でしょ、 ASMR を仕掛けていきましょう、 ASMR を仕掛けていきましょう、はい、あれさすがにウィドウだから、ウィドウ打たせてえな、ちょっとウィドウ打ってくんねえかなこれ、ちょっと、セレトレイチェ・バルモニカの効果発動したんだけど、なんかあるこれ、ちょっとウィドウを打っても、あエフェクトメーランとかい、まあまあまあそれ、まあ、それはいいか、なるほどね、なるほど龍一、であるならばスケール、あてこれコストあれだったな、先セレトリーチだったか、ウィドウ打ってほしすぎて先紹介しちゃった、これ回収しないと間違えたわ、まあいいや、そんなに対戦に影響はない、まあこんだけ引いてるからな、でシェルター発動、シェルター発動して、バルモニカマジックトラップカードを手札に加えさせてもろて、でインビターレ打って、でインビターレ効果で2枚ぐらいサーチしたい、あ G ね、まあ、それは儚な、でそれセットウィドウだから、まあ、あとウィドウをどうやって踏んでいくか問題ですよね、あとレイがいいんだよな、ちょダリーレイ
デイどうやって組むかどうか問題あるけどな、まあ、まあ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 出てくるのはしょうがねえか。まあ、インビターレさんの効果で、まあ、ASMR の準備を整えていく。まあ、ちょっと残機サーキュラーはちょっと後からだな、これな。一回デモーネとアンジェロとデモーネ出して、無限にペンデラ、そう、レベル4が、やっぱこうやっていっぱい手札に来ると、そのペンデラの召喚で一気に出せるっていうのは、このバルモニカのいいところですね。だからレベル4テーマはかなりサポートはしてくれると思う。バルモニカギミック自体はね。はい。だからもうスケールだけ採用するのもワンチャンあるよね。で、一旦ちょっとダメージ受けて、ゼブフェラーしいか。で、ウィドウアンカーがマジクソうざいので、ウィドウアンカーをどこかでちょっと使っていただきたいんですけど、ちょっと全然使ってくんねえな。全然使ってくんないやん。バルモニカとか絶対知らないと思うんだけど、相手。バルモニカの動き絶対知らないだろ。で、ベルサーレ。バルモニカ、ちなみになんかトレンド入りしたらしいですね、X の。だからそんなみんな注目してるんですか、バルモニカ。ちょっと一度立動落として、あ、でもこれパクリンクしたらいけるか。これフィールドから離れればこれカガリがなんかフィールドから離れたらガチでやばいこと起きるから、これ多分これでパクってしまえばレイのそのなんか墓地から蘇生する的な効果は起動できないから、これワンチャンあるぞ。これワンチャンある。でこうして、でてかさ、これさ、カガリをリンクソアにしたらさ、相手の効果でフィールドから離れた扱いになるの？ならない？ならないかな？なるかな？ちょっとあんま、わかんねえ。ちょっとわかんなすぎ笑った。わかんなすぎ笑った。ちょ、電気出てきたらめんどくせえな。で、ダランベルシアンが着地しまして、で、ダランベルシアンの効果発動します。さあ、ダランベルシアンの効果で、これさすがにダランベルシアンでリリースしたらこなる？あ、ウィドウね。はい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 。ウィドウ。なるほど。なかなかやりますね。いや、これカガリをリンクサイにしたらさすがにならない気がするけどな。まあ、ちなみにサーキュラー使っちゃうと、1体でしか殴れないっていう縛り入っちゃうんですよね。まあ、一応アルテミス墓地送っとくか。アルテ、出す。はい。で、回収。で、ゼブフェーラー。あ、やべ、これちょっとあれだ、ちょ、やろうと思ってたけど、ちょっと間違えたわ。ちょっと待って、カガリをゼブフェーラーに変えようと思ったら、リンク先ねえわ。ちょ、アルテミス、リンク先なくて草。アルテミスのリンク先、ちょっと下にしてくれ。やべ、このままだと、ちょっとカガリが帰ってしまう。まずい。まあ、ちょっと一旦バトルか。一旦バトル。あ、カガリ殴れないのか。カガリ殴れない。やめろ、ちょっとなんか異常にプレミしてる。無限プレミ。無限プレミ地獄来た。ちょっとこれカガリ帰るの、マジダリーナ。カガリマジダリーナ。これさ。いやー、なるほどね。神ゲー起きたわ。これ自分フィールドって書いてるわ。レイちゃん、これ自分フィールドの戦闘機が離れないといけないんだ、これ。俺のフィールドだから大丈夫。俺のフィールド寄って大丈夫。来た、神ゲーだ。俺のフィールドの戦闘機をリリースしてもレイちゃんは出てこねえ。いや、これ全然ミスター。でもさっき普通にレイちゃんじゃねえや、カガリちゃんをリンクサインすればよかったわ。普通にミスったわ。まあでも、まあ言うてたら妨害はまあまあ強いからなんとかなんじゃない。サーキュラー出してリンク素材にした方がいいか。サーキュラー出して、これ後から出す分にはね、なんかあんまり、このなんか攻撃一体でしかできないみたいな縛り気にならないんで、まあ、こうしといてこれでエンドですね。はい。なんかちょっとなんかすげえプレミしたし、なんかもうちょいやり方あった気がするけど、まあいいや。まあ多分なんとかなるっしょ。多分なんとかなるっしょ。どう？無限紅葉マスカレーナゼブフェーラブローラードロックバード、これ多分結構強いと思うよ。エンゲージぶち込んでくるみたいな。上限やばいやつ来た。いや、まあこれはいいや。でも手札1枚捨てさせて無限紅葉を打って、まあそれは1個 OK です。でそれは OK で、あのロゼね、 OKOK で、無限紅葉を打って、で上限かます、
で、バレモニカのゼブフェーラちゃんで魔法トラップ破壊して、これあれか、モンスター並ばせなきゃいいんで、ゼブフェーラ効果で、トラップカードの効果をコピーして、まず両方、これ両方使えるよな、両方の効果起動する。ここ破壊しながら上限を、あ、エンゲージセットなんだ、なるほど、エンゲージセットなの、なるほどね、なんか熱い、エンゲージセットってなんか使えない、あ、でもそうか、あれか、上限の効果か、てか上限が盤面にいるとエンゲージは打てないっていう話、それでもなんかセットする意味あるのか。リトルナイト、ちょ、なんか見落としてたらごめんね。でリトルナイトでこれキアノスを除外してあげると、これもう墓地リソースなくなって、これロゼ出せない、ロゼ出せないんで、でそうすると自分の手札に、あ、はいはいはい、オッケー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 、あぶねえ、よし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 、あとは打点が2300あるので、ただ殴れば勝ち。ジュラレメ出な、ジュラレメガチ出てない、ジュラレメ出したかったわ1回くらい、ガチ出てない、バトルフェイズ、はい、相手死んでんだもん、もう殴ったら、あー、なんか参戦でワンチャンあるか、うーん、なかなかね難しいですね、このバルモニカというテーマはね。これペンデラムスケール貼る効果かな、手札捨てなかったらな、なんかこの手札捨てるカードでアドバンテージ稼げないと、シンプルに手札2枚使ってスケール貼ってるだけだから、あんま強くないんだよね。このスケール貼る行為自体はまあ結構強いんだけど、デッキから貼るっていう行為自体は強いんだけど、イムセティかやるな、ああ、いいだろう、じゃあ何もないからもう50に動いてどうぞ、妖刀竹光ホルスってこと、やばい、なんかちょっと宇宙巻き起こりそうなんだけど、ちょやめてくださいよ、何ですかそのデッキ、ちょガチでわかりません、愚かな重装、すげえカード入ってんの、おい、すげえカード入っとるやんけ、おい、ああ何それいや、プレイコード紋章銃、ちょ待って待って、わからんガチでわからん、これ何これ、マジでわからないことが起きてるぞ、一体一体これはどういう件や、融合強兵、やばい、マジで不思議なカードしか入ってないホルスデッキからおよそ飛んでくるのを見たことがない、ナチュラルビーストだと、ぐねね、ちょわからん、ナチュラルビースト、ちなみに自分のこっちのエンドフェーズまで効果が無効になってるんで、あんま関係ないですねこれは。でホルスの栄光、イムセティが出てきて、これはここからあれか、あのホルスパーティーか、パーリータイム、ドゥアムテフ、イムセティ、ハーピー、なるほど、でケベンセヌフなるほど、ゼアルフィールド、ガチで、何これ、ベルナーズファルコン、初夏成功時レベル50のモンスターのレベルを4にする、あ、へえ、おもろ、レベル4のモンスターが6体来るぞユーマ、そんなすごいことが来た、全部使うの、何これ、あ、プトレマイオス、あー、素材だな、これやばい、ガチでやばいこと来た、ちょっと待って、そいつは素材が7個あると次の相手のターンをスキップする効果を持って、やばいお、なんだその天才、天才プトレマイオスムーブ、だって紋章獣誰、紋章獣全員誰だよ、ツインヘッドイーグルの効果、ちょ、分からん、え、何、あ、加えられんの、強いね、強いやんけ、エンドフェイズやばい、エンドフェイズしたら俺のターンになるけど俺のターンにならなくて相手のターンになる、やばい、テラナイトが吸収されて、うわ、酸素だ、やばい、これプトルノバインフィニティでいくぞ、これプトルノバインフィニティができてしまう、まずいかもしれんやばい、なにこれ、ガチでさ、紋章獣誰やれんすぎて、やばい、やばい、プトルノバインフィニティだジジイコンボすぎるだろ、それジジイコンボすぎるだろ、それ令和の現代遊戯王でプトレノバインフィニティしてるのお前ぐらいやぞまあ強い、まあ強いし、まあ負けなんですけどね、このホルス全員出てきて、いや天才ムーブだったな、マジで、紋章中もう名前忘れたけど、
誰やねんモンスターのレベル4にすることが強すぎて草。